はい、ということで皆さんこんにちは、真珠重心化会おめでとうございますということで、使っていこうかなと思います。天魔の古城第9の間ですね。まあこの人は、まあ、うん、やばいっすね。いや毎回ね動画言ってるんですよ、毎回言ってるんですけど、この人もね大概やばいです。何がやばいかと申しますと、まあ、超強グリッターボールの威力はね、まあ、重心化の時から、まあ、大体 2.5 倍ぐらいですかね、になってるんですけども、まあ、去年ね、周年で重心化したエンマさんいるじゃないですか。あの人の超強グリッターボールが、まあ、威力が大体、どのぐらいかな、14万とかかな。で、これ、遊撃なしの状態で、27万何千とかなんで、まあ、エンマの2倍。でそこからキラー乗って、魔法陣ブースト M も乗るんで3倍掛け合わせて6倍。おかしくないかね。いや限定キャラなんよエンマって。いや周年に重心化した限定キャラのまあまあパワードだからしょうがないかもしれないけどの6倍、二層火力ね、おかしい、頭がおかしい、強すぎ。これ多分かすった。かすっただけで。いやーマジでとんでもない強化をもらっちまったよこの真珠さんは。いやもともと真珠さんのなんていうんですかね、結構僕好きだったんですよ。グリッターボールってロマン友情みたいなとこあって、まあ当てるのはちょっと難しいんですけどね。でエンマの6倍で重心化の時の、まあ、キラー込みで 7.5 倍。やりすぎ。しかもねこの人ねそれだけじゃないんですよ。キラーそもそもがキラーなんで殴り火力も高くなるんですよね。ついでに連続性耐性 M と無属性耐性 M を持ってるんですね。これまあダメージ半減になります。はい。で毛が減りつけたらそっから 25% カットで、でも攻防アップで防御アップしとけばさらに 25% 軽減するんですよ。まあ、大体 37% ぐらいまで軽減してくれるんですよね。だから63%カット、はい、63% カットするんですよ。だから1万の攻撃を食らったら3700しか食らわないんですよ。やばくない？ちょっとねイカれてると思う、さすがに。いやーとんでもねえキャラですよ。僕は皆さんもねぜひ使ってあげてください。やばいねこの人で、魔法陣ブースト M なんで、しっかりね、魔法陣は食らっておきましょう。これがあればね、友情の威力2倍になるんで。まあ、こんな感じでやって、誘発したらね、誘発した方に飛んで、強すぎる。飛んでいくんで、まあ、こんな感じで火力が出ますと。なので、今この配置めちゃめちゃいいですね。ムーで新人に当たります。壁4面触れるように暴れます。適当な位置に消します。当たります。やばすぎる、なんだ今のは。あ、ちなみにランダ1段階目でね、16倍かな確かだそうです。 1倍が16ヒット、2段階目が1倍が40ヒットかな、40倍ですね。強すぎる。あとね、ランダ SS 何がいいかってね、配置になるんですよね。真珠って、誘発して、4面触れて、敵に当たって、吹っ飛ばして、そこにグリッターボール当てるっていう、なんかとんでもねえことができるんですよ。それがね、なかなかに強い。やべ、ミスった。さて、これはまあ、普通にはまりますか。いやー、てか、あれっすね、普通に悟りになっても真珠持ってれば、こうやって天魔の球が全然簡単になっちゃう時代ってやばいっすよね。これ、真珠って、なんか強いけど、別に限定キャラでもなんでもないんですよ。工場キャラなんですよ。工場キャラでこれができてるのは、本当にやばいと思う、マジで。マジでイカれてる。大好き、こういう性能。あー惜しい。とまあ
そうこうしているうちにどっちもね、ニワトリ状態になったんで、4面触れてどうにかこのグリッターボールを当てていきたい。いけるか、来た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 、これぐらいこれぐらい、来た。やばすぎ、これやばいよね。当たればピカイチなんよマジで。結構当てやすいって当てやすいけどね、あの自分のさ、PS 時代でマジで化ける友情だと思うから、この友情って。いやー、やっぱグリッターボールってやばいんだな。うん、強くね、3面振りだけど、今の3面振りでもそんなに火力出るのか。あ、これさ、もしかして、あ、ちょっと待って、これいけんじゃね、こうしてさ、4面触れて、ポルスに当たりに行けば、弱点出てないけど、こうやって、ドンって、あー、飛ぶんかーなんで、そんなことある。あー、そうなるのか。なるほど、なるほど。申し訳ない、それは。オッケーオッケー、危ない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 。てかさ、これ思ったけどさ、ハンシャインのレーザーさ、多分真珠の超レーザーストップ再生のおかげで全開できるようになってるよね。やばいよね、ここのハンシャインのレーザーって結構痛くてさ、サルタヒコの超レーザーストップでもね、全然食らっちゃうんだよね。まあ多少はダメージ減らせるんだけど、それでもね、ここまでなんか HP が安定するのはやばいと思う、かなり。今ダメかと思ったわ。マジ強くね。ちょっともう一個だけ言ってみますね。はい、ということでイデアにやってまいりました。まあ何がしたいか分かるよね、この編成見れば。はい、ってことで友情ワンパンを狙っていこうかなと思います。ということでね、とりあえずまあちょうどいいところまでね飛ばしたいと思います。ではレッツゴー。これ、はい、とりあえずボスまでやってきましたと。やば、なんかさ弱点ないのになんかよってるよ、倒してるよね、おかしくない、なんか。まあ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 、とりあえずね調整は完了したんで大丈夫ですね。あとは露出強化を行ってグリッターボールをぶち当てるだけと。いやーマジでね、道中でもね多分ちょくちょく動画挟んでると思うんですけど、やばいね、出すぎ友情の威力、おかしい。なんかね、まあ、強いね、うん、この調子だとねさすがにワンパンいけるんじゃないかなと思います。ってことで下に配置しときまして、これでね移動してくれるんで、これで友情出して、あとは触れるだけで弱点が露出されるので、これで、あとあのパネルを踏んでくれ、踏んでくれ、踏めよー、なんでだよ、踏んだらよかったのに。23億パネル踏んだらどうなんのこれ。ちょっと調べてきたんですけど、イデアの弱点パネルって1枚踏むと 3.5 倍で、2枚踏むと10倍になるらしいんですよ。なんでさっき23億とか出てたと思うんですけど、これパネル2枚踏んでたらだいたい67億とかいくらしいですね。やばすぎー。